スイス民法典書、反スイス民法典とは、スイス連邦における、主人間の法律関係を規立する法典である。1907年12月10日に成立し、1912年に施行された。オイゲン・フーバーにより起草され、後にビアジル・ルーセルとブレノ・バートニによってフランス語とイタリア語に翻訳された。を基本としながら、内容、形式ともによく完備し、 世界の民法典中の最高傑作と評されている。スイス民法典はドイツ民法典の影響を大きく受け、一部ナポレオン法典の影響も受けているが、多くの比較法学研究者は民法の独自の枠組みに由来していると指摘する。トルコ民法典はスイス民法典に若干の修正を加えて、 世俗主義のケマリスト体制時代だった1926年に制定されたものである。法人の設立について自由設立主義を採用していると言われる。その根拠条文は次の通り。スイス民法52条、法人の設立団体的に組織された人的結合及び特別な目的を有する独立の映像物は、 商業登記模に登記されることによって法人格を取得する。広報上の団体及び映像物並びに、営利の目的を有しない社団、宗教財団及び家族財団は全校の登記を要しない。60条、社団法人の設立政治、宗教、学術、儀芸、事前、社交その他非営利の事業を目的とする社団は、 団体として成立すべき意思が定款に現れた時から法人格を取得する。ありがとうございます。